第18回声優アワード受賞者予想大会よいしょということでですね、毎年声優アワードというものが開催されております。で、これなんぞやみたいな、声優アワードって何っていう方のためにめっちゃ簡単に説明させていただくんですけれども、1年間の間で頑張った声優さんを称えましょうという、まあそれだけのものでございますっていうことなんですが、私ですね、毎年毎年声優アワードで、まあいろんな賞あるんですけれども、受賞される方を予想するっていう動画を投稿しているんですよ。で、基本的には声優アワードが開催される1日前、前日にですね、投稿しているんですけれども、今年に関してはですね、1ヶ月前にも予想したろうと思いまして、今2月の段階ではございますけれども、動画投稿させていただきますと、いうことです。ちなみにですね、第18回声優アワードの概要でございますけれども、開催日時は、3月9日でございます。確か土曜日だったかなって思いますけれども、3月9日に開催されます。そして、その1年間って言いましたけれども、どの期間かって言いますと、2022年秋から2023年夏、この間に、ご活躍された声優さんを称えるという、ことになっていると、いうことなわけでございますけれども、今回予想させていただく賞、本当にね、声優アワードではめっちゃ賞あるんですけれども、3つ予想させていただきます。それがこちら、新人声優賞、助演声優賞、主演声優賞ということで、この3つの部門の、声優さん、誰がね、受賞するんだいというところを、予想していきたいなと思いますっていうことで、早速予想していくんですが、まずはですね、新人声優賞から予想していきたいなって思うんですが、今記載してある声優さんはですね、私の予想じゃなく、去年ですね、17回目の声優アワードで、新人声優賞を受賞された方になります。去年はですね、5名いらっしゃいました。梅田修一郎さん、菅田ひなさん、永瀬あんなさん、日向みなみさん、そして和歌山しおんさんっていうね、この5名の方が、去年受賞されておりました。まあ、梅田修一郎さんで言いますとですね、式守さんですかね、式守さんの主人公を担当しておりました。で、菅田ひなさんはですね、キセコイですね。キセコイのマインちゃん役でございます。ほんで、永瀬あんなちゃんはですね、サマータイム連打のヒロインの金髪の女の子ですね、を知っておりました。で、日向みなみさんはですね、ぼっちです。王様ランキングのぼっち役です。で、和歌山しおんさんなんていうのはもういろんな役されておりましたけれども、この年で、まあ、ご活躍したというか、まあ、注目されていたら、やっぱりリコリスリコイルなんじゃないかなというところで、まあ、去年は5人でしたよっていうところです。ちなみになんですけども、その赤持ちの方いらっしゃるじゃないですか。梅田修一郎さん、菅田ひなさん、和歌山しおんさんね。これなんで赤持ちかっていうと、去年予想を的中させた方でございます。っていうところでですね、まあ、今後もですね、助演声優賞、主演声優賞、誰が取ったかっていうところは記載させていただくんですけども、この方当てましたよって私の自慢が挟まります。今回、私は予想させていただくのはですね、4名の方。予想させていただきたいなと思っております。第18回声優アワード、新人声優賞予想、まず第1人目、ヨウミヤヒナさんということで、もうこれも毎年言ってんすよ。予想し始めてから、毎年新人賞の予想の枠の中にね、入れさせていただいております。なんでまだヨウミヤさん受賞してねえんだって思ってるんですけども、今年こそはもう新人賞取るんじゃないかなって思いまして、で、ヨウミヤヒナさんはね、もういろんなね、役ありましたけども、まあその中でも代表的なもので言いますと、天聖王女と天才霊女の魔法革命のレイニシアン役、アルスの巨獣、クーミヤ役、これも主人公ですね。で、僕の心のやばいやつ、山田アンナちゃん役、これもヒロインでございます。そして、推しの子の、ことぶきみなみちゃん、バノリ・イッツ・マイ・ゴーから高松ともりちゃんということで、まあ主人公2つありますからね、クーミとね、ともりちゃん2つあるし、まあアンナちゃんもやっぱヒロインですから、さすがに取るでしょ。さすがにもうそろそろヨウミヤヒナちゃん新人賞取らんと、もう声優アワードおかしないみたいな、どういう基準で選んどんねみたいなのありますから、まあさすがにヨウミヤヒナちゃんはですね、新人賞取るんじゃないかなと、これは絶対当たるなと思っております。次、
二人目、イゴマ・ギュリエさんということで、まあ、推しのこの星野ルビー役をされていた方でございますけれども、まあ、声優アワードって、まあ、声優さんの頑張りっていうところもですね、まあ、強く、その受賞に対して、まあ、あると思うんですけれども、その作品の影響力も結構大きいんですよね。っていうことを考えると、まあ、めちゃくちゃブレイクしたというか、話題になった推しの子で、まあ、主要キャラクターの星野ルビーを担当されていたイゴマ・ギュリエさんが受賞するのはですね、まあ、おかしなことではないんじゃないかなって、思ってます。私が応援してるから入れたとかではないです。はい、普通にもうフラットな気持ちでイゴマ・ギュリエさんはね、あの新人賞受賞するんじゃないかなって思ってます。はい、次3人目、稲垣好美さんっていうことで、Do It Yourself の Yourself、 機動戦士ガンダム水星の魔女リリッケ・カドカ・リパティ、そしてシンドライティ・ノワールからエリーというところで、まあ、この Do It Yourself のですね、 Yourself、 これ主人公なので受賞する可能性はですね大きいんじゃないかなって思いますし、機動戦士ガンダム水星の魔女というですね、やっぱ話題になった作品にですね、このリリッケ・カドカ・リパティ役でご出演されてると。で、このリリッケ・カドカ・リパティ役って誰みたいな、リリッケ・カドカ・リパティって誰みたいな方いらっしゃるかと思うんですけども、このリリッケ・カドカ・リパティはですね、あの地球寮にいたなぜかめっちゃモテるデブですねを、まあ、あの稲垣好美さんがねやってたんですけれども、やっぱこの話題作にも、ご出演されていますし、まあ、シンドライティ・ノワールのこのエリーもですね、やっぱ主要キャラクターっていう、ところもありますので、まあ、全然選ばれてもおかしくないんじゃないかなって思っています。そして最後ですね、4人目でございます、戸谷菊之助さんということで、チェンソーマンのデンジ役、そしてユナイトアップの清瀬明役ということで、これどっちも主人公ですから、まあ、主人公2つやってる新人さんで受賞しなかったらもう新人声優賞おかしいやんってなりますし、やっぱチェンソーマンってなんてもうどえらい話題作品ですから、いろんな意味でっていうところがあるので、まあ、戸谷菊之助さんがね、あの新人声優賞を取るっていうのはおかしなことではないのかなと思っているということで、以上の4名でございます。ヨーミア、ひなちゃん、イゴマ、ゆりえさん、稲垣好美さん、そして戸谷菊之助さん、この4名がですね、新人声優賞受賞されるんじゃないかなと思っております。ということで次ですね、助演声優賞の予想をしていきたいなと思いますってことなんですけども、去年受賞されたのは池田秀一さん、沖合亮太郎さん、そして種崎敦美さんということでですね、この3名の方が受賞されました。ちなみにですね、種崎敦美さんを私は去年、予想的中したということでございます。今回助演声優賞は3名の方予想させていただきました。まず1人目、村瀬歩夢さんということで、うちの師匠は尻尾がないの作次郎、大雪海の飼い犬から八尾の役、そして広がるスカイプリキュアから、夕凪翼キュアウィングということで、やっぱこのヒロプリで翼くんを演じてるっていうところがですね、この助演声優賞を取る大きい理由かなって私は思ってます。もうこれ以外もう村瀬歩夢さんってもういろんな作品にね、ご出演されてるんですけども、やっぱ初めてのプリキュアシリーズのその男の子ですから、男の子で初めてプリキュアになった声優さんが村瀬歩夢さんなんですね。まあ厳密に言うと他にもねいらっしゃるんですけども、まあ置いといてね、まあ公式的にというか、男の子の主要プリキュア初声優の村瀬歩夢さん、これはもう助演声優賞を取ってもおかしくないんじゃないかなと思っている次第でございます。次2人目、パクロミさんということで、ブリーチ千年決戦編のですね、室賀谷東志郎であったり、進撃の巨人ハンジ・ゾエ、まあその他にもいろんな作品にねご出演されておりましたけども、やっぱ進撃の巨人ですよ。進撃の巨人のハンジはね、やっぱ結構でっかいんじゃないかなって思ってて、その進撃の巨人が完結した話、ファイナルシーズン完結編の後編に関しましては、その対象期間外なんですよ。2023年の秋アニメの、期間中に放送されていたので、対象外ではあるんですが、ファイナルシーズン完結編前編ですね。こちらに関しては対象期間内なんですよ。で、しかも、その前編で、まあ、すごく注目されたキャラクターってもうハンジさんなんじゃないかなって思うんですよね。もしこの動画を視聴していてですね、その進撃の巨人まだ見てませんっていう方のためにどんな結末やったかは言いませんけれども、やっぱハンジをその期間中にやってたっていうのは、やっぱパクロミさんその助演声優賞をね、その受賞してもおかしくない理由なんじゃないかなって思うんで、結構パクロミさんもねあり得るんじゃないかなって
思っています。次3人目、高橋理恵さんということで、恋愛フロップス、イディア、飛竜品、シュガープルフィアリテール、ミスリュリットポット、星の子、星の愛、地獄楽、ゆずり派、お隣に銀河、イブスキチヒロ、ルローニケンシン、神谷カオルということで、もうほんといろんなキャラクターをね担当されておりました高橋理恵さんでございますけども、助演声優賞も全然ありえるんじゃないかなって。これもね、応援してるからとかじゃない、応援してるからひいき目で予想させていただいてるわけじゃなくて、やっぱりこの推しの子の星の愛は強すぎるんですよ。この星の愛をやってるっていうのはもう助演声優賞をね取るに足りる理由やと思いますし、さらにでも神谷薫もやってるんだもん。もう薫もやってて星の愛もやってるってなったら、まあ他にもねいろんなね作品で出ますから取るでしょ。唯一引っかかるのがですね、第16回だと思うんですけども、16回でもですね助演声優賞を取ってるんですよね。だからその直近に取ってるっていうのがちょっと引っかかるねポイントではあったりもするんですけども、でもここまでご活躍されてたら取ってもおかしくないんじゃないかなって思いますので、今回予想させていただきましたということでですね、助演声優賞、私の予想は村瀬歩さん、パクロミさん、そして高橋理恵さんでございました。それでは最後、主演声優賞を予想していきたいなと思います。ちなみに第17回で受賞されたのはこちらの方でございました。安西千佳さん、江口拓也さん、そして種崎敦美さんということで、その安西千佳さん、まあ、安千佳さんとね、江口拓也さんに関しましては予想できていたんですが、ちょっと種崎敦美さんはね、これちょっと無理よ。予想できなくて、なんでかっていうと、だって助演声優賞で私予想してたんですよ、種崎敦美さんを。で、被ることないって思ってたから、まさかまさか助演と声優どっちも取るとはっていうところで、もう種崎敦美さんの凄さがわかるんですね、第17回声優アワードだったわけでございますけれども、そんな主演声優賞第18回、私3名の方予想させていただきました。発表してまいります。あと1人目、大塚武雄さんということで、物語、クナと兵馬、推しの子、星のアクア、愛の遺伝子、須藤光、信頼のワールカナダということで、もう4作品も主人公やってるってすごない？いや、めっちゃ多いなって思いながらですね、私調べていたんですけども、やっぱ星のアクアですか、こう推しの子の星の家はやっぱ全員入るんじゃない？その伊駒ゆりえさんね、ルビーも新人声優賞で持っていくんじゃないかなって思うし、やっぱ星の愛役の高橋理恵さんもね、助演声優賞で持っていくんじゃないかなって思うし、その星の悪役の大塚武雄さんもですね、主演声優賞持っていくんじゃないかなって思うので、やっぱ推しの子の爆発力はすごかったですから、大塚武雄さん悪役ですし、持ってくんじゃないかなって個人的には思ってます。その他のご活躍もね、素晴らしかったなと思いました。次、二人目、中村修吾さんということで、ザ・ファースト・スラムダンク、宮城亮太ということでございます。まあ、スラムダンクの主人公は桜木花道なわけでございますけども、ザ・ファースト・スラムダンクの主人公は宮城亮太ということで、この期間中に公開されていた劇場アニメ、ザ・ファースト・スラムダンクもめちゃくちゃ売れましたからね。ものすごい人気を博しましたし、話題にもなりました。そんな作品の主人公を担当している中村修吾さんはですね、もう絶対取る。これはめっちゃ確率 99% の確率で中村修吾さんはですね、主演声優賞になるんじゃないかなって思ってますね。まあ、今回3人予想させていただいてますけれども、中村修吾さんが一番自信あるので受賞されるんじゃないかなと思います。次、最後3人目でございます。一ノ瀬かなさんということで、機動戦士ガンダム水星の魔女、スレッタ・マーキュリー役ということで、まあ、ガンダムシリーズの主人公スレッタ・マーキュリー、これ結構大きいんじゃないかなって思っておりますので、まあ、一ノ瀬かなちゃんもですね、私取ってほしいな。その一ノ瀬かなちゃんは私めちゃくちゃ応援してるんですけど、まあ、そういう推し補正とかはマジでない。今回予想させていただいたね、声優さんに結構推しの方いらっしゃいますけど、もうほんとない。ほんとなしで、一ノ瀬かなちゃんはもうガンダムの主人公、初ね、女性主人公だから、ガンダムシリーズの、もう取ってもいいんじゃないかなって思うっていうところで、以上が予想でございました。最後に総括でございます。全声優さんに察知あれということですね。去年ご活躍された声優さん皆様がですね、今後も幸せに、声優さんライフ過ごしていただけることを期待しておりますし、願っておりますし、本当もう皆様、声優さん皆様は本当に素晴らしいなと思ってる試合でございます。これからも声優さんにですね、たくさん元気をいただきたいなと思っておりますし、少しでもですね、声優さんの支えになれればなと思ってる試合でございますっていうところで、以上で予想終わりたいなと思います。ぜひ皆様ですね、予想ございましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただくと幸いです。ハッピーな届けで。